梅色は、鈴木木鈴木亜木笛大化の魚の一種、海水魚。西太平洋から、インド洋の温暖な海域。日本では、黒潮の流れる伊豆半島より、西の太平洋側と長崎県、南西諸島に多い、全長約45センチメートル。頭が丸く、体は整った楕円型で、尾ひれの公園が深く切れ込んでいる。背の胸びれの上部あたりから尾ひれにかけてが、 民気褐色。それ以外の部分は青灰色をしている。腹はやや淡い。水深100から200メートルほどの深場の根に住み、群れで遊園することが多いが、漁獲量はさほど多くない。主に動物プランクトンを食べる。九州地方を中心に、食用に深海灰ワ漁や胴付仕掛け針などを使った釣り漁が行われている。産地では微味な惣菜魚として親しまれ。 肉質はやや柔らかいので、ワンダネや蒸し物、煮付けに良い。鮮度の良いものは、刺身でも賞味され、食味は真鯛に煮る。また、練り製品の原料にも利用される。蒸気の名王褐色の部分が、梅の実の色に似ていることからこの名がある。地域によって、梅、うぐいすなどとも呼ばれる。どちらも、背面の色から付けられた。和歌山県では、沖田壁と呼ぶ地域がある。 奄美群島では黄色い青台という意味で、キーホタ、キーウンギャルと呼ぶ。沖縄本島では、シーヌクワーと呼ぶ。ありがとうございます。